JP タワーは東京都千代田区丸の内2丁目にある超高層ビル。郵便局株式会社と東日本旅客鉄道三菱地所の共同事業により旧東京中央郵便局敷地に建設された超高層ビルである。JR 東日本東京駅丸の内駅舎の南西側に隣接する。建築物としては 旧東京中央郵便局車を一部保存した低層胸と最高兼高200.0メートルの高層胸から構成され旧東京中央郵便局の保存部分は免震構造で構造躯体を保存している高層胸には日社社平ルーバーと高性能遮熱断熱ガラスによるエアフローウィンドウを採用した床から天井まで一枚ガラスの窓を設置するほか、事務所フロアでは LED 照明器具の全面採用と明るさセンサーによる照明制御、自然換気窓及び外気冷房の採用により高い快適性と環境負荷低減を両立している。これらにより東京都環境局が開催した東京都環境建築フォーラムで東京の低炭素ビルトップ30に選定されている。また、本来の容積率は1300%だが、 建築基準法第57条の2により、東京駅丸の内駅舎の容積を移転して、特例容積率1520%が適用されている。2012年5月31日に竣工し、同年7月17日より、東京中央郵便局と、郵貯銀行本店が移転、開業した。郵便事業銀座支店 JP タワー内分室もオープンした。 2013年3月21日に、低層棟の商業施設、切手がオープンし、同時に、国際ビジネス、観光情報センター、東京シティアイや東京大学と、産学連携プロジェクトを紹介する学術、文化総合ミュージアム、国際会議対応のホールなども開業した。これにより、JP タワーは、全面開業となった。2015年に、 日本建設業連合会主催の第56回 BCS 賞を受賞している。東京地下鉄丸の内線東京駅と地下道で直結 JR 東京駅から徒歩約1分、東京メトロ千代田線二重橋全駅から徒歩約2分、JR 京王線東京駅から徒歩約3分、都営地下鉄三田線大手町駅から徒歩約4分、JR 有楽町駅、 東京メトロ、有楽町線有楽町駅から徒歩約6分と、交通利便性が高い。低層棟の吹き抜け部分ルーフトップガーデン駅前広場に面する、低層棟は、旧東京中央郵便局舎の一部を保存、再生している。そのため、商業施設として内装は改装されているが、ファサード保存と異なり構造区体はそのまま、残されているほか、外観は、 総研寺のタイル、窓が復元されている。また、旧東京中央郵便局の郵便局長室が復元され、メモリアルコーナーとして一般公開されている。外観は、旧局舎を完全再現しているが、位置については、東京駅丸の内駅舎との間を通る東京都道四百七号、丸の内室町線の福音が、従来都市計画を満たしていなかった問題を、 改善するため、工事の際に壁面が弧を描いている部分を回転軸とし、北東側部分を A 家で時計回りに0.9度、円弧の長さで約1メートル移動させている。低層棟にオープンした日本郵便が手掛ける初の商業施設は切手と名付けられ、開業時点で物販や飲食など合計98店舗が出店した。なお、 切手アトリウムの天井は、シースルー太陽電池モジュールが採用されている。東西61.2メートル、南北75.6メートル、中央部に共用部を設けたこの時計平面で、基準外化支出面積は、最大3209.91平方メートル、延べ床面積は、約93100平方メートル。ビルの西側にオフィスエントランスがある。ありがとうございます。